やはりトップの大学といえばスカイです。スカイに入るとあれもうまさに神で、もう軍隊でもそうですよね、うん、だ理系の場合だとその単科大学がその地方に2つありまして、うまくいかなかった時に留学する人がすごく多いじゃないですか、はい、海部と四世高陵、はい、私は高麗大学にある語学部、元カノのやつはどこなんだろう。Hello there 始まりました。Hello there 始まりました。もう一回チャンネルです。はい、カリスチャンネルじゃないです。じゃないですけど。今回ですね、カリスさんにですね、まあ韓国出身ということですね。うん、韓国といえば超受験戦争。ああ、やばいですね。っていうので、うん、そのちょっとね、現状をお聞きしたいの、うん。やっぱ日本よりもすごいですか。まず進学率からして全然違うじゃないですか。日本はでも半分あるかないかぐらい、うん、韓国は多分8割ぐらいあると思うので。だからもう大学行かないイコールもう人生諦めてる、あ人生辞めた人たちみたいな、そうもう楽印をされる、まあ、それレッテルられるって感じなので。なるほど、8割が大学に行く、なんでですか。やっぱり大事なんですか、やっぱ学歴は。そう、学歴はものすごい大事ですし、しかも単に大学行ってもそれは何の意味がなくて、なんかちゃんといい大学に行かないと人生うまく進まないっていう感じですね。日本ももちろんその学歴によっていろいろ差とか、 なんかその差別とかいろいろあったりします。それのさらにエスカレートされたものがまあ韓国のものだと思ってもらえればよくって、特に韓国だとその首都がソウルじゃないですか、はい、で昔はその地方の大学もそこそこ行けてた。例えば日本だとの京大とか普通になんか、まあ、高学歴じゃないですか、そういうのは昔あったんです。韓国はそういうの全部潰れちゃって、だから今だとインソウルというソウルの中の大学という括りができちゃって、とりあえずなソウルの中のなんか大学行って、そしてそれ落ちたやつらがなんかその、まあ、地方のどこかよくわからないとこ行くみたいな、はい、そういう感じになったぐらいなんかすごい激しいですね。うちのそうですね、一緒に留学してた人も、うん、アニャンなんとかって言って、うんうん、ソウルのちょこっと外れの、はい、ところですごいコンプレックスを抱いてました、うん、あまあもうそんな感じで、とりあえずまあソウル行っとけという感じですね。まあ、一極化まあ進みすぎて、テストは一発勝負ですもんね、うん、日本でいうところのセンター試験みたいなのでやって、でスーパー賢いところなんか二次試験みたいなのがあるんですよね、独自の、うん、でしかもソウルにいる人たちと地方にいる人たちでやっぱりいい教育にアクセスできるというか違うので、うんうん、そうです。韓国は地方の人に加点されるんですよ。うん、そういうケースもありますね、うん、だいぶ日本とはシステムは違うんですけども、 そんな中でやはりトップの大学といえばスカイですね。お、出ました。はい、SKY で、だから S がソウルで、 K が高陵大学、そして Y が四世大学というこの3トップがあって、これな、ね、スカイってなんとかのワンピースとかで聞いたことあるじゃないですか、はい、スカイピア、はい空島、はいはい、あのまあ、天竜人とか出てくる、天竜人、はい、天竜人、あ天竜人で読むんですね、はい、天竜人、ちょっと正直なワンピース読んでなかった読んでないはいはい、ちょっとはい、で、もうまさにもうそんな感じで、もうスカイに入るとあれもうまさに神で、もうスカイ出てるっていうだけで、もうそのもう経済界だったり、 あるいはまあそのいろんなまあその業界でそのトップに上り詰めだすし、まあそこに入れないだけではもう何もできないってほとんどまあそうなってしまうので、そうですね、まあイメージとしては東大がソウル大学で、うん、で高陵高麗大学ですねが早稲田、四世が慶応みたいな感じですね、うんうん、高麗大学と四世が戦って、うんうん、今日本の早慶戦みたいに高四尊だったり四高尊ってね、うんうん、反対に言わなきゃいけない慶尊みたいなんで、四世大学と高陵大学でどっちもその私立大学ですけど、ただ韓国はその日本と違って国立大学が強いとかそういうの一切ないので、とりあえずのソウル行っとけっていう感じです ね、本当に、うんうん、その通りですよね。でやはりソウル出るとやっぱ違うと思う、扱いが全然、そうですね、とりあえずさっきも言ったそのインソウルというやつが強くって、なんかじゃあインソウルの大学だから、まあ、ソウルの中の大学に行ったということかもないと、むしろなんかもう、あなんだこいつめっちゃ頭悪いやつだなみたいな、もうそういう扱いになってしまうので。その下はどこなんですか、スカイの下。スカイの下はその理系と文系等で変わってくるんですが、確かに文系とのスカイっていうのがそのあの3トップですけれど、はいはい、理系の場合だとその単科大学がその地方に2つありまして、強いところが東古大みたいなところが2箇所ありまして、それはカイストというところと、はい、出ましたね、カイスト、ドラマがあるやつですね、はい、そうですね、まあ、ちょっと僕わかんないですけど知らない、はい、そうだったあまりカイストっていう有名なドラマ、うん、でカイストというところ、ポステックというところがあって、はい、カイストはテジョンというところにあって、
って、そしてポステックがポハンというどっちも単なる ちっちゃい、まあ、地方都市ですけれど、はいはい、でもそこに、ね、めちゃくちゃ金をかけて理工系をまとめ、まあ、育成しようみたいなそういうことをやってて、そこはそのソウル大学の次に強いんですね。いや、まあ、とりあえず、まあ、ソウル大学一番ぶち切れ強いっていうのは、まあ、飛び抜きてはいるんです。その次が、ね、そのカイストとポステックが同じぐらいに来て、うんうん、まあ、正直、まあ、カイストが若干上みたいなところはありますけれど、はい、でその次にまた、まあ、4世と広陵大学というふうに来るんですね。だから今日も文系と理系ではちょっと変わってきます。もちろん2つのまあ理系の大学ですと、うちにトップとされますし、まあ別にまあインソールじゃないっていうのもまあ関係ないですけど、それ以外のまあソウルの外の大学は全部なんか、まあ、F ランみたいに正直そういう扱い、そういう扱いされてしまいますね。じゃあちょっとランキング見てみましょうか。はい、韓国の。まあ、その次はまあそのソーソンハンって呼ばれているまた3つの大学がありまして、ソガン大学、はいはいはい、ソンギュンガン大学、あ、ソンギュンガン、はい、有名ですね。そしてハンヤン大学という、まあ、その3つがありますね。その3つぐらいでまあそこそこ勉強できたなっていう感じで、その次がそのチュンギョンウェイシというまあ4つの大学があります。日本で言うとまあマーチ的なまあくくりなので、まあそこは出てもまあそこまあまあぼちぼち、まあ、平均ぐらいみたいな感じです。はい、そうですね。やっぱり、ね、最初のところに来るのがまあソウル大学がまあワントップで、ポステック開始と四世高陵派ですね、はい、私は高麗大学にある語学堂っていうんですけど、そうです、ね、通ってたんで、あ、だからこの虎はしょっちゆう見ましたじゃあね、はい、結構まあかんゆかりとか感じてるんですね。もう見た瞬間にあ懐かしいみたいな、うん、その下がこの6つであってますか、はい、まあ、さっき言ったソーソンハンですね。ソンソンハンで、その下がこの4つですか。そうですね、これしかもさっき言ったチュンギョンウェシですね。チュンギョンウェシ、 この辺がまあマーチ的な立場かなって、ね、あ、ソウル私立大学っていうのがですね、はい、ソウル私立、なんか中央大学、キョンヒ大学、韓国外国語大学、そしてソウル私立大学。ああ、この辺は確かにバラエティ番組とかにも出てきますね、はいはい、ロケしてたりしますね。まあ、とりまあ ここまではまあいとけよっていう感じですね。はいはいはい。まあその下、ちょっと言い方あれですけど、F ランみたいなところは続く感じで、はい、ちょっとまあこれ言って僕めちゃ低評価つきそうですけど、日本だってなんか結構下の方でも普通についてますよね。はいはい、大東亜系、はい、まあ聞いたことはないみたいな、まあそんな感じですね。正直、下の方はあんまり名前は知られてないです。女子大とかは出てくるんですか？あ、その次のところに出てきます。イファ女子大学って。あ、イファ。そうです。このイファが、はい、結構ロケ地で出てくるんですよ。韓国のバラエティ番組で。うん、かもしれないですね。そうですね。韓国の番組見ないですもんね。まあそうです、ね日本のドラマを見ないんで。元カノのやつはどこなんだろう。なんてところですか。な、ヨデですね。ヨジャテハッキョで。さっきのじゃなくて。さっきのじゃないです。全然全然。賢くないから。賢くないから。スンミョン女子大学、ここで。あ、ここか。ここは2番目に有名な女子大学。もそんな賢くなかったかな。あ、え、孫新。あ、これ孫新ヨデ、これはい。まあ正直、まあ有名じゃないです。わかんない、もう偏差値50とかそこらじゃないですか。こんな序列になってるわけですね。はい、らしいですね。でも全然やっぱ上の方が。そうですね。やっぱまあスカイとか、まあ、ポステック、カイストぐらい、まあ、行かないと、まあ、エリートとしてはまあ厳しいでしょっていうのがありますね。うん、で、まあ、有名なサムソンだったりとか、はい、でヒュンダイだったりとか、そういうところです。ただ、サムソンが、ね、あまりにもでかすぎるっていうのがあるんで、ある程度まんべんなく、まあ、その地方の大学とかも含めてなんかちゃんと取ってはいるんですけど、そうでないなんかさ、ヒュンダイとかも含めてそういうところだと結構まあ露骨的に、まあ、そのスカイとかもの人ばっかり取ったりしてますね。まあ、財閥とかね、うん、SK とかいっぱいありますからね、でっかいところ。そうですね。なんかサムソンちょっとでっかすぎて、はい、まあ、そのスカイだけ取ってるとあまりにもその批判が殺到する。なるほど。はい。だって分かんないですよ。もうめちゃくちゃ規模大きくないですか。はい、そうですね。それで、今数十万人とかいるわけなので、スカイだけそもそも固めるのでできないわけですよ、ね。うん。で、あれですもんね、これでうまくいかなかった時に、留学する人がすごく多いじゃないですか、やっぱり。ああ、多いですね。もう韓国っていうと、まあ、中国も同じなんですけど、うん、国内でうまく大学に入れなかった場合は、ね、アメリカの大学に
行くって。まあ、ロンダの場合も正直あるっちゃありますね。もちろん、まあ、ちゃんとした志を持っていて、まあ、例えば高校から行ったりと、あるいは大学からもちゃんと、まあ、いいところも行くっていう人もいれば、あるいは、ああ、自分は韓国でも勝負するな、受験戦争は厳しすぎるんだったら、まあ、その海外で、なんかどっかに行けば、とりあえず、まあ、海外のアメリカの大学行ったというだけで、なんか、なんとなく、なんか、その、まあ、韓国人たち、まあ、過ごそうって言ってくれるんじゃ、まあ、海外行こうという、そういう人たちもかなりいると思います。そうですね。やり方として、アメリカの語学学校入って、上のクラスまで行って、うん、でそこからコミュニティカレッジですね。あれあれですね。移って2年やって、ね、そこからトランスファーして、ね、ユニバーシティ4年生の大学入って、うん、でそこでいいやつ取ってイエイみたいなですね。あるあるです。で僕の昔のそのルーメイトがそちょっとねカリさんに似てるんですけど顔が全然英語できないのに UCLA 学位を手に入れて僕にすごい言ってきました。お前は東大行ったらしいけど俺は UCLA だからっつってめっちゃ自慢されて、その自慢したそのメッセージも英語が間違いだらけでこんなになりましたおい、まあ、草成長しなかったんかよお前だからまあそういうのもやはりあるのでどうすれば実際に留学して英語は伸びるのかっていうこともまあこれからまあ対談して僕のチャンネルに載せるのでもし興味あれば見てみてください。おうまいうまい持ってき方とりあえず まとめるとスカイイコール天竜人はい、はい、終わりですその他市場の人たち、はい、そんな感じですね。そうです、はい、だからうちの別のルームメイトはコーデに行ってて軍隊入った時もやっぱ扱いが違うと。あ全然いい大学出て、あると思います、はい、いい大学の人たちっていうのは、うんうん、他はすごい訓練しなきゃいけないのに対して、うんうんうん、自分はパソコンなんか問題があったらそれをチェックしたりとか直したりするっていう、うん、あとね英語の通訳がてがりみたいなそういう人もいます。そうですね。その方がやっぱりだいぶ楽っていうのを聞きますね。彼はだからほとんど軍隊も遅刻ばっかりだったし、あそれでも優先です、ね、朝も全然起きれなかったし、うんうん、仕事の一番多かった職務は、うんうん、キャプスロックを解除するっていう。なるほど。もうみんなこうやっぱりでもわかんねえなんで大文字しか出ねえよアルファベットどうすんだよこれこのレベルかな直してくれよってやるのがすげえその作業がすごい多かったですね。やっぱそんな軍隊でもそうね優遇されることがあるんです、ね。まあ社会もどこいてもまあ優遇されますね。だって天竜人なんで。そうですね。その通りですね。うんということで、はい今回はですね韓国の大学ランキングをちょっとお聞きしました。ありがとうございました。オッケー、ありがとうございました。バイバーイ。アニョンイガセヨンになるんですけど、こっちの場合はどうなるの？チャガ。チャガ。